Cicito koto sereno minanio te. Amen. Sui Iis Christo nomi gumi kamino ai sereno majiwari ga minasan to tomoni. Mata anata to tomoni. Minasan mikotoba no saigi o kuna omae ni. Watasu tachi no tsumi o mitome yurusi o negaimasu yo. Zenno no kami to. Kyoudai simai no minasan ni kokoaku shimasu. Watashi wa omoi, kotoba, okonai, okotari niyotte tabi tabi tsumi o okasimashita. Seibu Maria, subete no tenshi to seijin, soshite kyoudai shimai no minasan, tsumi bukai watashi no tameni, kami ni inotte kudasai. Zenno no kami, itsukushimi fukai chichi ga, watashi tachi no tsumi o yurushi, eien no inochi ni michibite kudasai masu youni. Amen. すべてを導かれる神よ、洗礼者聖ヨハネは、その誕生においても死においても、御子キリストの先駆けとなって主の道を備えました。真理と正義のために命を捧げた聖人に倣い、私たちも力を尽くして福音の証となることができますように。聖霊による一のうちにあなたと共に神であり、いよいよとこしえに息を収められる御子、私たちの主、イエス・キリストによって。アーメン。エレミヤの預言。その日、主の言葉が私に臨んだ。あなたは腰に帯を締め、立って彼らに語れ。私が命じることをすべて彼らの前におののくな。私自身があなたを彼らの前でおののかせることがないように。私は今日あなたをこの国全土に向けて健康な町とし、鉄の柱、聖堂の城壁として、ユダの王やその高官たち、その祭司や国の民に立ち向かわせる。彼らはあなたに戦いを挑むが、勝つことはできない。私があなたと共にいて救い出すと主は言われた。神の御言葉、神に感謝。
Alleluia, Alleluia. Kami no tadasisa no tameni hakugai sareru hito wa saiwai. Ten no kuni wa sono hito no mono. Alleluia, Alleluia. 主は皆さんと共に、またあなたと共に、マルコによる福音、主に栄光。その時、ヘロデは自分の兄弟フィリポの妻ヘロディアと結婚しており、そのことで人をやってヨハネを捕らえさせ、牢につないでいた。ヨハネが自分の兄弟の妻と結婚することは律法で許されていないとヘロデに言ったからである。そこでヘロディアはヨハネを恨み、彼を殺そうと思っていたが、できないでいた。なぜならヘロデがヨハネは正しい聖なる人であることを知って、彼を恐れ保護し、またその教えを聞いて非常に当惑しながらも、なお喜んで耳を傾けていたからである。ところが良い機会が訪れた。ヘロデが自分の誕生日の祝いに高官や将校、ガリラヤの有力者などを招いて宴会を催すと、ヘロディアの娘が入ってきて踊りを踊り、ヘロデとその客を喜ばせた。そこで王は少女に、欲しいものがあれば何でも言いなさい、お前にやろうと言い、さらにお前が願うならこの国の半分でもやろうと固く誓ったのである。少女が座を外して母親に、何を願いましょうかと言うと、母親は洗礼者ヨハネの首をと言った。早速少女は大急ぎで王のところに行き、今すぐに洗礼者ヨハネの首を棒に乗せていただきとうございますと願った。王は非常に心を痛めたが、誓ったことではあるし、また客の手前、少女の願いを退けたくなかった。そこで王は衛兵を使わし、ヨハネの首を持ってくるようにと命じた。
衛兵は出て行き、牢の中でヨハネの首をはね、棒に乗せて持ってきて少女に渡し、少女はそれを母親に渡した。ヨハネの弟子たちはこのことを聞き、やってきて遺体を引き取り、墓に納めた。主の御言葉。キリストに賛美。洗礼者聖ヨハネの殉教の祝日にあたり、ヘロデ王によってこの殉教になった洗礼者ヨハネは、正しいことを答えられたことによって殉教になりました。世界中でもいろんな残酷なリーダーだからこそ、そのヘロデのようにたくさんの人々は犠牲になりました。このことも残念ながら歴史の中で今までも起こります。私たちの祈りは、この犠牲になった人々、昔今もその人々の永遠の命、また怪我している人々も神様の治す、また人との和解させることができますように。なかなか難しいけれども、私たちの祈りは何とか神様が生き入れてくださいますように、この祈りを捧げますように。アーメン。心が天に行われると。
慈しみ深い父よ、すべての苦から私たちを救い、世界に平和をお与えください。あなたの憐れみに支えられて、罪から解放され、すべての困難に打ち勝つことができますように。私たちの希望、救い主イエス・キリストが来られるのを待ち望んでいます。国と力と栄光は永遠にあなたのもの。主イエス・キリスト、あなたは人に仰せになりました。私は平和を残す。私の平和をあなた方に与える。主よ、私たちの罪ではなく、教会の信仰を顧み、お言葉の通り、教会に平和と一致をお与えください。あなたは誠の命、すべてを導かれる神、唯有とこしえに。アーメン。主の平和がいつも皆さんと共に、またあなたと共に、互いに平和の挨拶を交わしましょう。主の平和。恵み豊かな神よ、聖ヨハネの殉教を記念した私たちを顧みてください。今受けた救いの恵みを大切にし、その実りを日々の生活の中で味わうことができますように。私たちの主イエス・キリストによって、アーメン。皆さん一人一人、この御言葉の際に、共に祈ってくださって、心よりありがとうございます。主は皆さんと共に、またあなたと共に、全能の神、子と子と聖霊の祝福が、皆さんの上に豊かにありますように。アーメン。御言葉の際終わります。行きますよ、主の平和のうちに。神に感謝。